こんにちは、ウェンです。今回も僕がいつも行くスーパーで買ってくるものをご紹介します。今回はこちら、エビフライです。これをご飯と一緒にいただきたいと思います。まずはね、このエビフライを少しレンジで温めていきたいと思います。エビフライをレンジで1分ほど温めました。ご飯1合半と一緒にこちらのエビフライをいただいていきます。いただきます。
でエビフライ4匹無事完食しました。ごちそうさまでした。僕が行っとるスーパーでは、最初、お弁当を紹介してきたんですが、お米も一応ありますから、でこのおかずを探して作るというのもこれから考えていきたいと思います。今回は初めてということで、僕の地元ではエビフリアと呼ばれているエビフライをいただきました。本当に衣だけでもご飯が進んじゃうほどですから、ご飯1合半にエビ4匹、なんともなんとか両方完食してきました。ということで今回はエビフライをいただきました。ご視聴ありがとうございました。